見る開花カメノマは。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大介です。今日はですね、このいろんな科学者がおっしゃっているですね、そのコロナウイルスに対するどういうあり方でいればいいか、そしてコロナくととんとフォトンでね、どんな大きさサイズで比べられるのかというところですね、そのお話入っていきます。で、実際にどういうふうに捉えていけば自分たちがこう安心していられるかなとかですね、このコロナくんからのメッセージって何かのというところを入っていきます。では 画面のです。コロナ君とフォトンとですね、どう捉えればいいかということです。まず大きさなんですが、細胞でいうと卵子も精子もどちらもこれ細胞なんですけども卵子の大きさっていうのは120ミクロン0.12ミリですね、1ミリの10分の1ぐらいの大きさです、卵子がですね。精子の頭のところは5ミクロンですと、この0.5ミクロンです。で この、じゃあ、コロナ君どんだけかなというとですね、めちゃちっちゃいです。精子が5ミクロン、精子の頭がですね、5ミクロンに対して、なんと0.1ミクロン。どんだけかっていうと、コロナ君を50個横に並べたら、ちょうどこの精子の横の、この頭の直径っていう感じになってきますので、めちゃめちゃ小さいと。じゃあ、コロナ君とフォトンを比べたら、どんなもんかと。で、コロナ君っていうのは炭素の 原子の集まりでで、まあ、タンパク質、RNA、でそうすると、これは例えば原子1個だとすると、フォトンっていうのはこの中を飛び交ってます。で、フォトンって大きさ知ってるかなというとですね、フォトンの大きさっていうのはなんと、ないんですよ。え粒じゃん、フォトン大きさないの、どういうことみたいな感じなんですが、大きさはないとされていると。 ということなんですね、まあ、波であの粒というのは概念上でという形で,ですね、えー、いうふうになっていますので、大きさないのですね、でそこに私たちはいろんな感情を乗せています。例えば、怖い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 、どうしようどうしようというふうにコロナ君もですね、えー、怖がっていると、そうするとこのコロナ君にですね怖いフォトン、恐怖フォトンをビュンビュンビュン飛び交わせて飛ばしていますと。 でコロナ君の電子がどんどん,どん,どんこう恐怖になっていきます。でまあ、じゃあコロナ君に、ね、にどんな波響かせようかとで。感謝って言ってもコロナに感謝できるわけないでしょうと思うんですが、この後ちょっとお話しさせていただきます。で仮にです、ね、コロナ君にこに感謝の周波数を響かせますと。そうすると、コロナ君の電子の中をです、ね、この感謝の周波数が飛び交っていきます。でラズロ博士がですね、えー おっ,おっしゃってたんですけど、パンデミック、コロナですね、えー、パンデミックは神の祝福そのものなんだけど、変装していますよというふうに言っても、本当は神様からのご加護恩調なんだけども、だけど、 あの、怖い格好をしてきているというふうにおっしゃっていたりですね。あと、昨日も話させてもらったブルース・リプトンさんですね。えっ、ー、と、スタンフォード大学の医学部でも教えられている方、細胞生物学者の方はですね、コロナウイルスへの恐怖怖い怖い怖いっていうふうによってですね、私たち本来はどんな人間か,かと。 ゼロポイントフィールド帰着ですごい人物なんだけれども、それが自分たちがどんなものであるかを歪めてしまっていると、怖いと思っていると。私たちは集団でより良い世界を作ろうとしています。でなので、イメージしていく周波数、飛ばすフォトンがですねこの健康とか調和とか愛という考え方をこう響かせていくことだということをおっしゃっています。で、えっとですね、実際に、 どうすればいいかなんでこうコロナ君に対してこう感謝を響かされるのというと、この私たちがコロナウイルス、まとめ書きますね、まとめ書くといろんな情報によって、ですね、ワクチンどうしたらいいのとか出てくるんですけども、私たちゼロポイントフィールド帰着で、ですね、愛感謝を根底,根底にです、ね、自分本来の生き方をしていくことをコロナ君が試してきてくれているということなんですね。 だから、この自分本来がゼロポイントフィールド側なのに、そこを忘れて、で周りの社会情報によってこう翻弄されてしまって、自分の本来の可能性を歪めさせてしまっているということなんですね、そこに気づいてねってこう、コロナくが教えてくれていると。で実際に この、まあ、普通に日常生活をしてですね、山奥に一人でひっそりと誰とも触れ合わないんではなくって、普通にこう買い物に行ったり、あの、ちでかけたりすると、おそらくコロナウイルスくんは、あの、入ってます。ほんの数粒とかね、あの、入ってます。日常生活をしていると。で、それに対して自己免疫力が高ければ、 このコロナウイルス君をですね、このちゃんと抗体を作って、でコロナ君にやられないようになっています。で、実際にこうかかってしまっている方もね、当然多くいらっしゃいますし、でその方もこう抗体ができることによって、えー、自分たちがですね、よりこう入れ替わってよと。で関連動画は次につけさせてもらうんですけども、えー、村上和夫先生がおっしゃっている、私たちウイルスによって進化がどん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 こう進んできているというんですね。で、この私たちも今、本当にこう新しいウイルスが入ることによって、 で遺伝子がまたさらにこう、えー、よりこう人類がですね本当のことに気づいていくという側になっているというふうにも村上和夫先生がおっしゃって筑波大学の村上和夫先生がおっしゃっています。で、この私たちがこのウイルスを取り込むことによってさらにこう 強いというかね、より意識の高い側に、愛の側にシフトするというふうに伝えています。なので、この怖い怖い怖いどうしようと思っていると、やっぱりこうなってもちろんこの命を落とされている方もいらっしゃいますし、すごくこう高熱で苦しまっている方もいらっしゃいます。で、それに対して怖いってなってしまうと、よりこう、私たちをまあ重症化してしまうというか、まあ、コロナ君になる以前のですね、例えばインフルエンザとかの時にも、 ね、ちょっと熱が出ると、あ、やばいかも、みたいになると、こう、気持ちが落ちると、熱が上がってしまうとか、あるかと思うんですが、これを、あ、大丈夫、大丈夫っていう意識によってですね、この、私たちのフォトン振動数が高まると、この治りも早くなってくるので、この、恐怖に入るというよりも、 私たちに本来の自分を取り戻してねっていうメッセージだというふうに私も捉えております。で、ワクチンを接種された方も、え、ワクチン、え、やばいの大丈夫なのみたいな思いもいらっしゃると思うんですが、一番重要なのって私たちの意識なので、ワクチンを接種された方もですね、あ、これで大丈夫だっていう意識でいれば大丈夫です。で、この、あ、でも、どワクチンでいろいろ被害出てるじゃん、やばいかもと思うと、やばいというふうになって、フォトンがそうなってしまうので、 とにかくワクチンを打った、打たないにかかわらず大丈夫だという意識をですね、えー、より強めていくこと、で私たちが本来ゼロポイントフィールド希着だということをですねこのいかにこう気付かせてくれるかというふうに捉えていっていただければと思います。で関連動画はですねこちら、見つけさせていただきます。よかったらチャンネル登録はこちらとなっております。では、今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。